また真っ暗な通りか。これでは気分がめいってしまう。ライデン・メイは無事だろうか。まあ、少なくともくたばってはいないだろう。もし死んでいたら、大蛇の方も蜂の巣をつついたようになっているはずだからな。それはいいとして、とにかく今は自分の心配をした方が良さそうだ。もうすぐ落ち合う予定の場所に着く。もう来ているようだ。さて、来たのは一体どの灰蛇かな？来たか。お前が欲しがっていたのはこれだろ？優雅なカクテル？この中にある。必要な情報はこの中に入っている。今からお前の名はパピルスだ。そして私はお前の美しきアシスタント、ヒュパティア。明日はニベル工業のラボに向かうぞ。わかった。お前の情報源は本当に信用できるんだろうな。わかっていると思うが、もし情報が本当なら、私たちの今の状況は相当厄介だぞ。信用できるのか。だって相手の歯を一本また一本とへし折ってやらなければ、本当の話を聞き出せないと思っている奴が多いようだが、私のやり方は違う。そいつが愛する者の歯を突きつけて聞き出す。それが私のやり方だよ。冗談だ。とある映画のセリフの受け売りに過ぎない。その言い回しは。久しぶりだな、キオラ。前回会ってからもう3年以上は経つだろうか。もうこの世に。前回もそう言われたな。その口調で謝るのはやめてくれ。基地のあいつと。そうか。私は頼むから、少し静かにしていてくれないか。とにかくまずは拠点に行こう。案内を頼む。こっちだ。この近くにある。来るのが君だと聞いて、ちょっとした飾りを準備しておいた。敵か？お前の言う飾りっていうものは本当にろくでもないな。まあそう気にするな。その辺をさまよっているただの気候だ。そもそもこの辺りは物騒なところだからな。気をつけるんだな。やっせい。ふん。やよ、戻れ。よっ。よっせい。それ。やっ。はっせい。はっ。ふん。せい。やよ、戻れ。背後に気をつけるんだな。ここだ。3年ぶりにタッグを組むこと。ああ、あるぞ。終わらせて休暇。こうして話していると、君がヨルムンガンドを支えじゃなく監視だろ。そんな風に言うものじゃない。もしそうなら、私の昔馴染みは、おしゃべりはこれくらいにして本題に入ろう。ああ。だが奴らは、彼らのことはひとまず考えなくてもいい。そんな重要な任務だという。そう、二人だけだ。万が一見つかってしまったら、これまでの準備が全てだが、逆に言えば君、私以外いないだなんて言っていたが、駒か。確かに。もういい、疲れた。お前が準備してくれた寝室が。
あなたがここに来る前に私たちはもうこのことを知っていたのよ。まるでヘリの時のようにケビンのデータが一晩のうちに消えた。コスマ、あなたが心配していることは私だけど、事実は事実よ。真相は今も闇の中、そんなに先立つ必要はないわ。仮に裏切り者が本当にいたとしても、ここには英傑たちに加えメイさんもいるんだもの。今すぐ行動を起こすとは思え。もうそろそろフェリス、あなたも出てきて。あ、ごめん、エデンの姉ちゃん。千号の兄ちゃんがあんなに怒ってる姿を見て怖くなっちゃったの。それで隠れてたんだ。エデンの姉ちゃんたちが言ってたことは全部聞いてたよ。私たち13英傑でしょ。みんなで一致団結して、いや、こんな風に対立するのはやめよう。それにひょっとしたら何かの冗談かもしれないじゃない。もしかして何かの実験か、マジックか何か。あ、ごめん。あんたが謝る必要はない。でも私、裏切り者がいるだなんてどうしても信じられない。秘密。コズッチ、記憶体はそれぞれが秘密を持っているものだ。それは律者についての秘密。コスマ、俺はただ事実を述べただけだ。そうね、私たちは今お互いを信用でき、ここでいくら言い争ってもエリとケビンは消え、さっそこでこれからなんだけど、一緒にいてさらに亀裂を深めるより、ここで一度解散して。メイさんも知ってるでしょ、私たちはそれぞれ大切に。それに記憶体の中で一番特別なエリと最強のケビンですら無事でいられなかったわけだし。そうしたら私。ありがとう、フェリス。だけど13英傑の第1位と第2位が消えている。もし敵が。それに私はアポニアお母さんが。まだわからないわ。だから私がいない間は、うん、指針の書に行くんだ。そんな風に落ち込まないで、フェリス。楽園にある小道や近道については、うん、みんなには知られずに。え、あ、ということ。少し気にしておいてくれるだけでいいの。うん、わかった。ありがとう、フェリス。あと、わかってる。お願いね、メイさん。こちらに。あなたには別にお願いしたいことがあるの。英傑たちのほとんどはすでに今の状況を把握しているけど、アポニアさんとビルビーとメビウス博士はこの場にはいなかった。どうやらエリがいなくなったことによって生じた変化は私たち以外にも及んでいるようね。メビウス博士に関してはスーが戦後を落ち着かせた後に連絡してくれるはず。アポニアさんには私が伝えに行くわ。そこでメイさんには今起きている状況をビルビーに伝えに行ってもらいたいの。ええ、その可能性があったとしても、エリが消えてから彼女の記憶をもとにして作られたこのとこしえの楽園自体。メイさん、あなたが謝る必要はないわ。でも今はこれまでとは状況が違う。だから私、
そう？そう、メイさん、私にもいつもと違う時、とても美しい花だと思わない？私はこれを片時も離さず持っているの。再び彼女に別れを告げなければならないという悲しみに打ちひしがれてしまいそうな今、この光が私に出なければ、彼女が残してくれた、ごめん。いいえ、これはお守りというより印のよう。メイさん、あなたは本当に賢い人ね。エリがなぜあんなにあなたのことを気に入っていたのか。きっとエリもそうしたいと望んでいたはずよ。ケビンはもう消えてしまったけど、その前に彼は自ら、たとえ花に秘められた内容がわからなくても、それを手にするのは本来の所有者が。スーの話によると、ケビンのデータに異常が発生したのは深夜だ。だけどケビンはその人に会う前に選択肢がなかったのか、彼自身が行く必要。アポニアさんがこれで確認しな。グレイシュはその件について何もし、それならグレイシュとコズマについてはそうかもしれないわね。そうした方がいい。ケビンがそうするように言ったのかもしれないけれど、メイさんが見、それは善意で人を騙しても、エリだったらきっとこう言うでしょ。いいえ、そう言いたいわけじゃないの。もし私がその裏切り者だったら、メイさんは、もし私が新世代という名の美酒に魅了、それがあなたの問いに対する真相は今もはっきりしないというのに。ありがとう。だけどね、メイさん、やはり何事も思い通りには。